体が痛いから早くさすって。ここですか？違うわよ、使えない女ね。私の名前は奏。結婚してから何年もお母さんの介護をしてて、ちょっと疲れ気味。すみません、ここですか？痛いんだからもっと優しくさすって。お母さんが昼寝をしたので急いで食事をとり休憩する。それだけが私の自由時間。バカラ君は今日も休日出勤プニね。そうなの。夫のバカラ君は帰りも遅く、家にはほぼいない。私一人だけに介護が重くのしかかる。悲しいプニね。切ないプニね。はい、プニじゃなかった。はーい、こんにちは、ケアマネージャーのアルトです。今日は義母の介護計画を立ててくれている高校時代の同級生のアルト君が来てくれた。遅くなってごめんごめん。道路のど真ん中に子猫がいると思って助けに行ったら、ただのビニール袋だったんだよ。周りからビニール袋ににゃおにゃお言いながら近づく不審者扱いされた。それは大変だったね。そんな話をしに来たんじゃなくて、今日は奏の介護負担について話しに来たんだ。それは以前も言われたことなんだけど。でも改善されてないよね。今お風呂以外は全て奏が介護しているし。そうだね。もっと介護サービスを利用してみたらどうかな。そうしたいけど、お母さんは私に介護してほしいみたいで。ご主人は？ほぼ毎日仕事で家にいないの。俺が担当ケアマネになってから一度も会ってないけど。忙しい人なの。ごめんなさい。そんなこと、奏が謝ることじゃないよ。奏いるの？車椅子に乗せて。お母さん起きたみたい。俺も手伝うよ。ありがとう。アルト君が帰ってまた義母と二人きり。もう疲れたからベッドに寝かせて。寝かせますね。介護サービスを利用してみたらって言われてもな。ケアマネとの会話聞こえてたけど、よその人に介護してもらうつもりはないから。え、聞こえてたんですか？前の担当もそんなこと言ってたけど、ほんと迷惑。そうですか。あんたはうちの嫁なんだから、私の介護を最後までやり通してよね。はい、わかりました。ずっと車椅子に座ってて足が痛いからマッサージして。ここですか？痛い、触らないで。ごめんなさい。大変な介護生活は数年経ったある日突然終わった。このベッドにお母さんが寝てたはずなのに。辛くて長かった介護生活だったけど、やっぱり悲しい。お母さん。気づけば私、子供みたいに泣いていた。そんな涙が止まらない私のところに夫のバカラ君がやってきた。うるせえな。なんだそんなところにいたのかや。バカラ君。だなで、母ちゃんの世話ありがとう。やっと母ちゃんの世話が終わったね。長かった。かなで、お前もそう思うだろう。うん、そうだね。なんだろう、お礼を言われたはずなのにもやもやする。ふとバカラ君の隣を見ると綺麗な女性がいた。よく見ると手までつないでいる。どなた？あ、これ俺の彼女のエリカ。はじめまして。かわいいだろ。え、彼女？そ、この子と結婚するから出てってくれ。出てけ出てけ。出てってって、なんで？母ちゃんももういないし、俺も彼女いるし、離婚でいいだろ。空気読めよな。意味がわからないから納得いくように説明してほしいよ。納得？俺の帰りが遅い時点で気づけ。化粧もろくにしないし、いっつもシミがついた小汚い格好は女捨てすぎだろ。家に帰ってきてもそんな女といてもつまらないし。そんな、今までの。お前とはもう一緒にいたくねえんだよ。分かったか、シッソブス。だからから聞いてたけど、女捨ててるよね。かなで、泣いてるのか？私に別れてほしいの。
私がこれまで頑張ってきたのは何だったのかな。わあ、面白い、面白くて涙が滝のように溢れちゃう。お前やばいやつだな。早く出てけ。やだ、涙が出ちゃうくらい怖い。おい、エリカが怖がってるから早く出ていけよ。こうして心が壊れてしまった私をかわいそうとも思わないバカラ君は私を家から追い出した。この数年は一体何だったのかな。生きる希望も意味すらわからなくなっていた。心が壊れてしまっても生きていかなければいけない。私は家を追い出されて寮付きのパートを始めた。元気出すプニよ。粉では頑張ってるプニよ。自分で自分を励まさないと悔しくて辛くて涙が溢れそうになる。そんな生活を送っていたある日。ピンポーン。はい、かまで。アルト君、誰。ドアを開けるとアルト君と一人の男性がいた。はじめまして、かなでさんですよね。はい、そうですが。僕、弁護士の成田と言います。実はかなでさんにお伝えしたいことがありまして。弁護士。かなでの家に行ったらかなでは出て行ったって言われてびっくりしたんだけど。ごめんね、追い出されちゃって。はあ、私より綺麗な彼女といたいって言われちゃった。あの野郎、ありえないだろ。もう過ぎたことだからいいの。それより何か言おう。かなでさん、実は聞かされた事実にびっくりする間もなく弁護士さんに頼まれて私は義実家に行くことになった。こっちもピンポーン。すみません。あん、誰って。かなでもいるじゃん。なんだよ、お前にも男ができたのかや。しかも二人も両手に花って男だから違うか。はじめまして、弁護士の成田と申します。ああ、弁護士。ああ、母ちゃんの遺産の話。はい、遺言書を持ってきました。何今から遺産って。うん、今こうして好き勝手できるのは母ちゃんの遺産があるからって話。すごい、お金持ち。まあな、母ちゃんのこと大事にしてたからさ。で、なんでこの女がいるの。あんたには関係ないから出て行きなよ。その…かなでさんにも関係ある話なのでご一緒させてください。ま、なんでもいいけど早くしてくれ。久しぶりの義実家は高そうなお酒の瓶や高いよ、高そうな服が散乱していた。豪華。なんか気まずいな。早く遺言書読んでくれや。はい、では。遺言書。私カリンは次の通り遺言する。遺言書が喋ってる。お利口な遺言書だな。土地、金銭など私が残した全ての遺産は奏に相続させる。ああ以上。嘘だろ、なんで、なんで奏に。やめて、許して。奏、お前ふざけんな。母ちゃん脅して書かせやがったら。違う、私は何もしてない。じゃあなんでだ。落ち着いてください。遺言書をよく見てください。奏さんの献身的な介護に対する感謝の気持ちが書いてあります。バカ息子は何一つしてくれなかったけど奏が介護をしてくれたおかげで私はこの思い出が詰まった家で最後を迎えることができる。ありがとう。お母さん。俺もカリンさんからもしもの時にはこの日記をって託されてたよ。日記？うん、読んでみなよ。お母さんの字だ。3月9日。今日も体が痛い。奏が体をさすってくれたけどそれでも痛くてひどい態度をとってしまった。5月10日。ケアマネが来た。他の人に介護してもらうなんて嫌だ。奏にこの家で介護してほしい。他人に触られたくない。
10月10日文字を書くのも辛くなってきた。奏にもひどい言葉しか言えない。今さらお礼を言われてもあの子も困るよね。今までありがとう。息子や私のせいで迷惑をかけてごめんなさい。奏は本当に優しい子だったよ。幸せになってね。本当に本当にありがとう。お母さん、私何も知らなかった。嘘だろ。こいつに感謝ありえねえだろ。遺産はカリンさんの感謝の気持ちだから受け取ってあげてください。はい。じゃあ俺には一銭も入らないのか。はい。あとこの家も奏さんのものになるので出ていくしかないですね。家も？俺が悪かった。頼むから離婚はやっぱりなしにしような。はあ？何言ってんの？うるせえ。な、奏、俺はちょっと気の迷いがあっただけでお前が一番なんだよ。頼むよ、お前を愛してる。あいつ、あんた。しかも俺、母ちゃんが残してた金全部使っちまったんだよ。だからマジで困る。許してくれ。バカラ君、さよなら。もう私迷わない。出て行って。かなで、早く。もう二度と顔を見たくないの。そんな。はあ？じゃあこの家出て行くしかないの？意味わかんない。待ってください。まだお二人に慰謝料請求してませんよ。はあ？なんで私も。バカラさんが結婚していると知りながら関係を持ったので、あなたも同罪です。え、最悪。なんでよ、クソ虫が。まさか遺産ももらえない俺らから慰謝料まで巻き上げたりしないよね。一問どころかマイナスになるんだぜ。な、弁護士さんや、頼むよ。では将来のことも考えて、どちらが有責なのか分かりやすくするために慰謝料請求はした方がいいですよ。では請求で。嘘だろ、かなで。あなたにも支払いの義務がありますよ、エリカさん。え、私までなんで。こいつだけが支払うんじゃないの。ですから不倫行為は。だいたい元といえばお前が誘ってきたから。はあ、何を私のせいにするの。もういいから早く私の家から出て行ってください。さてと、そういうわけだからさっさと二人とも出て行きなよ。出ないと。遺産の勝手な使い込みに関してもいろんな手続きがありますから、また後日改めて。そんな金で。こうして私はお母さんからの遺産を相続し、バカラ君とエリカさんに慰謝料をもらうことになった。使い込まれた遺産もバカラ君とエリカさんに分割で支払ってもらうことに。二人ともずっと働かないといけないくらい使っちゃうなんて。それからしばらく経ち、お母さんの四十九日が無事に終わった。ふう、疲れたね、プニ。お母さんが亡くなってからあっという間に四十九日が過ぎたプニね。かなで。あ、アルト君、いたのね。今日もありがとう。いや、いいんだよ。でも、ん？何かある？あのさ、かなでは既婚者だったし、離婚してからもずっとバタバタしてたし言えなかったけどさ。何？お友達からとか。ダメか。え？あ、あのさ、ずっと学生時代から実は気になってて、久々に再会してもやっぱり変わらないっていうか、そのなんというか。いいよ。え、いいの？よろしくお願いします。本当に？うん、やった、ありがとう。こちらこそ。あの時は絶望の中にいたけれど、今は大切な人と一緒にいておしゃれにも気遣えるようになった毎日が楽しい。辛いこともあったけど、今日も私は元気です。
こんにちは、かなでです。はるだよ。最後までご覧いただきありがとうございました。はるちゃん、今日は大活躍だったね。でしょでしょ、私結構いい仕事したと思うのよさ。あれ、なんか見てるみんながピンときてない感じなんだけど。あらら、どこに出てたのって顔してるんだね。そんな、今日一番のキーポイント、遺言書の声をやってたのは私なのよさ。ねえ、お利口さんな遺言書だったよね。私もこんないい役で声優初挑戦できてとっても嬉しかったのよさ。もちろん気づいた人もいたよね。気づいた人も気づかなかった人も、はるちゃんの声優デビュー、高評価ボタンを押してお祝いしてあげてね。コメント欄で感想も待ってるよ。これからもソプラノ漫画は100万人登録を目指して頑張っていきます。100万人に向けて、まずは30万人を目指したいのよさ。今回動画を見てくれたあなた、よかったらチャンネル登録とベルマークの通知をオンにして、これからも応援してくださいね。ツイッターでファンアートも募集中。ハッシュタグソプラノ漫画をつけて投稿してみてね。みんなの投稿待ってるよ。それじゃあ、まったねー。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。